エコっていうことを考えたときに、葉っぱとか緑とかそういうことが出てきますので、それをベースに、まあ、全体に、その葉っぱをこうイメージするようなデザインにしてきました。今後は茨城県ハイヤータクシー協会としましても、PHV 車をはじめ EV、HV 車、こういうものの導入に向けまして、推進してまいりたいと。